皆さんこんにちは。今日はですね、レヴォーグの車の下回りがですね、錆びかかっていたので、どのぐらい進行しているのか今日はちょっとね、担当者の方と車をリフトアップして見ていきたいと思います。それでは後ほど。お忙しいところありがとうございます。すいません、ちょっとじゃあジャッキアップしてもらって、早速ですけど、はい、マフラーこれ結構着てませんか？マフラーはですね、昔のタイプと違って、今のマフラー材質変わりまして、表面錆はつくんですけども、耐久性の方は上がってるんで。なるほど、したら、結構ここを見てみると、すごいかなとかって感じがしますけど、これは、そっかそっか、ヤスリみたいので擦ったとしても、そうですね、ヤスリみたいので擦ると細かい傷がつくので、表面的な錆は増えちゃうと思います。余計にじゃあ錆びると、もちろん素人でもねできるはずもなく、そうすると、この辺もパッと見た感じはここが結構すごそうにちょっと見えるんですけど、そしたら何でしたっけ、そしたらここは何か塗るしかないとか、そういうような。そうですね、表面的にはですね、上から耐熱用の塗料を塗るしかないかなと。それはここで素晴らさんではやってくれるんですか？ありますよ。あります、はい、ちなみにそれおいくらぐらいするんですか？これはですね、溶剤の種類もあるので、ちょっと金額的にはちょっとまだ調べないとわかんないめちゃくちゃ高いってほどではないです。めちゃくちゃ高いってほどではないです。一缶多分2000円もしないと思います。あら、本当ですか？工賃合わせても1万2000円とかで。マフラーその塗るだけでも。マフラーに関してですね。マフラーに関してってことですよね、なるほど。そうしたらちょっとマフラーの部分はなんとなく、それでこれパッと見た感じ、僕の車のその次が初めての車検が3月だから、考えてるのは3月の車検の前より雪降る前にやっちゃおうかなとかと思ってるんですよ。こっちの方が多分ね、一冬過ごした上だったらもっと錆びてますよね、きっと。変な話、北海道だと融雪剤もありますので、塩化カルシウム、そうですね、その前にやってしまった方がいいかなと。そうですよね、そしたら僕の考えもそんなに間違いではなかったってことですね、そしたらじゃあそれは車検の前に、雪降る前にやってもらうということと、あとこの足回りのこの辺の感じは、これも別にそんな大したあれですか？そうですね、錆止めはそんな剥がれてないんですけども、やっぱりボディに比べると、フェンダー内はやっぱり砂とかホコリとか埋まって上がるので、ボディよりはちょっと剥がれてるかもしれない、錆止め。なるほど、砂とか、そういうのもやっぱり関係するのか。この辺はまだ ネジとかはそうですね、問題ない、大丈夫そうですよね、じゃあちょっと後ろの方に、後ろの子、まさかブッシュってどの辺でしたっけ？ブッシュっていうか、そうです、スタビライザーのブッシュ、ここか、こういうところですね。今のところはそうですね、乗ってても音が出てなければそんなに劣化は進んでないですし、隙間も空いてないと思います、これでも昔フォレスタ乗ってた時に、10万キロ前後で、要するにクラッチを取っ換える前に、なんかコト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 言ってたんですけど、あれってきっともしかしてそういうところが緩んできて足回りの音をしてたとかっていうのはある。そうですね、コトコト音がするのが一番多いのがやっぱりスタビライザーなんでしょう。スタビライザー、やっぱそこから来てたんだ。なるほど、これも前につけてもらったサポートサブフレームね、そうですか。そうすると、結論としたら、ぶっちゃけ僕今回の冬は、前回の冬は全くね、洗車しなかったんですよ、で、さっき実は、200円で5分の、水洗いだけしてきた、そんなんでも冬ではやっぱりちょっとやった方がいいんですかね。そうですね、下回りはやっぱり油接剤の貼り付けが多いので、たまにやってあげた方がいいと。やっぱそうなんだね、冬になれば洗車がねもうほんと面倒くさくて、でもやっぱり下回りだけでもやっぱりねした方が、
車の持ちは違うと思うんですね。そうですよね、はい、ちょっと頑張ってやんなきゃ。もうとりあえずはしたら3月の車検に下回りを、錆対策する前に、じゃああれかな、このマフラーのとことか、はい、缶のところ何でしたっけ、さっき言ってたの色塗るじゃなくて、あの耐熱用の塗装ですね。あ、耐熱用の塗装ね、はい、それをじゃあしてもらう方向で持っていこうかな、はい、うん、まあ、今月か来月あたりには雪降る前にはちょっと、やってもらって、はい、あとこういうところは大丈夫ですかね、錆対策。プラスチックのカバーなので、わ、ここはもう問題ですよね、はい、ただパッと見たらもう マフラーのとこしかほぼほぼ、そうですね、あのボディ自体はあのスリーラスターといって塩害対策が、あ、それはもうされてるんです、してるんで、新車で買った時にもうすでにもうやってるってことですよね。わかりました。じゃあそんな感じで近々またちょっと連絡させていただきたいと思います。はい、はい、そんな感じでね、まあ冬を越せればなと思ってました。それではじゃあ今日はなんかありがとうございます。申し訳ありません、プロの貴重なご意見を聞かせていただきまして、とんでもないです。はい、それでは、はい。